あの亀岡に来たんでですね、もう文字ネタを全部発揮してですね、人もまばらになってきましたが、今残っている方はですね、もうほんまに無二の畳好きということにしてですね、畳ウルトラクイズのコーナーやっちゃいます。プレゼントは日本畳楽器製造オリジナルステッカープレゼント。欲しい人も欲しくない人も参加してね。では
あずーちーももよじだ、あ、多いですね。でもね、皆さんちゃんと参加していただいて嬉しいですよ。本当にね、あの、たくさんいても誰も参加しない時とかありますね。その時辛いですからね、今は助かってます。はい、2番、奈良時代。奈良時代、奈良時代、あ、奈良時代いらっしゃいますね。ありがとうございます。3番、江戸後期から明治時代。あ、これ多いですね。江戸後期から明治時代ね。はい、正解は3番、江戸後期から明治時代です。はい、大きな町では江戸時代の後期から復興しましたね。農村部や小さな集落は明治になってから復興しましたね。だから僕最近ね、それまではね、憧れてても畳が敷けなかったというような時代が長かったですね。あの、問題まだまだたくさんありますが、全部やってたらですね、このイベント、あの、終われませんのでですね、あの、今日はこのぐらいにします。またどこかのね、イベントに参加していただいて、ぜひとも、あの、また畳のことについて一緒に楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございます。